ステラシ寺は、高知県室戸市室津町に位置する寺院。宗派は、真言宗と山派。宝珠山、真言院とコース。本尊は、かじ取り延明地蔵菩薩。四国八十八箇所霊場の第二十五番札所である。本尊真言、御家か,かかびさん、前へそはかごえか、法の船入るかいずるか。 この津寺冥府我が身を乗せてた前や、本堂前からの室戸三崎時伝によれば、大道2年に空海がこの地を巡釈した際、山の形が宝珠に似ておりこの地が霊地であると監督し、宝珠に合わせ、一刀三霊して、延命地蔵菩薩を刻み道具を混流し改装したという。混弱物語集には、当時が津寺の名で登場し、本尊地蔵菩薩の霊言が語られている。 それは、地蔵菩薩か何日日自ら道を出るを、ゴルとあり、本堂が、火災にあった時本尊が僧に身を買い村人に知らせ、難を逃れたという逸話である。吉つらは、上平五年土佐の国史の任期五年王を追え帰する、途中海が荒れ、10日間室津港に泊まった後、室戸岬を越えることができたと土佐日記に記述されている。また、慶長年七年に、佐藩主、 山内和とが室戸沖で暴風雨にあった時、どこからともなく一人の僧が現れて、船の火事を取り無事に室津の港に着けて立ち去った。衣から垂れた水跡をたどっていくと、本寺の本堂の前で終わっていた。そこで本尊を拝観するとその姿が濡れており、本尊の地蔵菩薩が僧に姿を変えて船を救ったことを悟った。このことから本尊を、 カジ取地蔵と呼ぶようになったという。本堂前からの行土見さ記録の山門を入ると、右側に大主導と農協所が、左側に市木神社がある。正面の石段で山を登っていくと、途中に主楼門がある。125段を登り詰めると右手に長津鉢があり、コンクリート造りの本堂が建っている。ここからは室津の港や太平洋が一望できる。 一木神社、ありがとうございます。